7月に営業を終えた中野のシンボル、中野サンプラザ。その外壁に煌々と輝く光の投影。3月22日からの3日間、中野サンプラザプロジェクションマッピング To be continued と題したイベントが開催されました。中野サンプラザの存在と功績を美しい記憶として未来に引き継いでいくために開かれたこのイベント、中野と中野サンプラザを愛する多くの人に体験を共有してもらおうと中野区が主催したものです。プロジェクションマッピングでは中野の歴史や文化、DNA の継承などを表現。また去年12月に中野区産業振興センターで開催されたイラストを描くワークショップで作成したイメージ画像なども登場し、多くの人が中野サンプラザに投影された最後の光をしみじみと鑑賞していました。なんかすごい綺麗で感動しました。なんて言うんだろう、なんかもう取り壊されちゃうサンプラザをなんかこういう風に利用できてるのがすごいなって思いました。一生懸命なんか皆さんが作り上げてきたものっていうのがすごく素晴らしいなと思いました。ありがとうございます。まもなく解体が始まる中野サンプラザ。なお跡地には2028年度の完成をめどに新たな中野サンプラザシティの事業計画が進められています。